では行ってみたいと思います。 DJ セロリビートを聞かせてください。先攻後攻の選択権は全てチャレンジャーシーマー、どっちでいきますか。後攻でお願いします。わかりました。それでは参りましょう。先攻ラスボスハニャ、後攻チャレンジャーシーマー、 DJ セロリぶっかます。うるせえ、全員声上げる。コロナとかも何も関係ねえ、俺が戻ってきたぞ。おいバイト券取り込むなす、それかバイト券。お前のラップなんて何も響かねえ、来いよシーマ俺を殺してくれ。騒げネクサムノイズ、ドイツもコイツも燃やすでボイル。悪いな低みやれべぜ、今のハンナよりコチトロポイズ。出荷すハンナ俺も堂々とインダスハンス、禁止で品格なんかヒラリーの分も燃やす。ワイヤー苦しい関西人は、はい返す俺が案内に。まだやるよこいつ、43にも脱いでるよこんな大胆に。3年前の俺に言って、また戻ってきたのおめえ。俺が練馬の DO だったらおめえなんか遠くに余裕だよめえ。うるせえ俺は俺シーマだぜ、いつでもバトルでキーバ向いたぜ。下向く暇はないから左塾でズクズクとスキル上げる。上着を抜くなら池書く闘技、俺はリリック書く方に闘志もやる。 Just do it、 ハンニャは無視 Keep moving。 終了。さあそれでは第一ラウンド判定に参りましょう。 Let's judge。 All I know is all in。お願いします。3対2勝者ハンニャ。はい、ということでまずは3対2で、ラスボスハンニャの勝利となりました。どちらも素晴らしかったんですよ。で僕やっぱここ、うん、ずっとやってきてシーマがやるごとに良くなってて、で会場の空気も味方にしてて、どっちかっていうとホームがシーマでハンニャさんがアウェイみたいな空気で始まったバトルだったんですけど、最初の一言目のうるせーで一気にグンってこう空気を持ってったんですよね。でシーマそれに対して次で騒げーって同じで返したんですよ。フローを真似たり行く時って発声とか声の質とかを純粋にやっぱ俺比べちゃって、はい、そうするとやっぱハンニャさんの方がその同じことやった時に明らかに上だったんで、迷った時にその最初の一戦同じことやった時にこっちの方があれすごかったなっていうジャッジで俺はハンニャさんに入れましたね。2試合目から凄まじい試合だったんですけど。いやそれでは DJ セロリビートを聞かせてください。先攻後攻の選択権すべてチャレンジャーシーマ、どちらにしますか。後攻でお願いします。わかりました。それでは参りましょう。先攻ハンニャ、後攻シーマ、 DJ セロリぶっかます。そんな臭すぎになったらよこいつに持ってきてやるから火つけ。